健さんです。前から行きたかったあの大陸っていうね、中華料理屋さんの前通ったら空いててね、ちょうどランチ終わった時かなと思ったんですけどね、ちょっと今から行ってみようと思います。空いてたらラッキーだね。閉まってる可能性もある行きます。無事に、ね、撮影許可の方いただけましたんで、今から食べるというか今待ってます。食べたいね焼き飯がもうめちゃめちゃ、ね、うまいっていう噂のもとに来てますんで、あの焼き飯とラーメンのセット、いただこうと思います。めっちゃ楽しみ。はい、ラーメン定食ね、届きました。ラーメンは、お醤油のさっぱりした感じの、ラーメン、チャーシューが美味しそうですね。とね、焼き飯やっぱり噂通り美味しそう。やばい、これ炒め加減もめちゃ綺麗。これ上のね、紅生姜が憎いですね。これかなり美味しそうです。いただきましょう。それじゃあいただきます。ラーメンからね。うん、優しいお醤油のラーメンで、もやしの辛み最高層で、シャキシャキのもやし入ってます。作り方が丁寧だから美味しいんだろうね、これ。出汁がなんか最後なんか分かんない出汁が入ってる。美味しい、なんか深みがある、なるほど、ほらうまいわ焼き飯、焼き飯いただきます。これミニ焼き飯なんですけど、これのためだけでもいいよ。これめちゃくちゃうまいよ、これ。いや、やばいね、これ。うわ。なんだろう、濃厚さが、なんかこう、油の濃厚さがあるから、これひょっとしたらこのラーメンの、この、ラーメン定食であっさりラーメンと、こう、濃厚な焼き飯を食べるとちょうどいいのかもしれないね。これめっちゃうまい、マジで。バランスすごい。チャーシューめっちゃうまい。美味しいところってこうあっさりも混ぜてくるんで、やっぱりあっさりのところは出汁がこう深くて味の奥行きあるってね、いいっすねちょっと焼き飯食いて。お出汁がめっちゃうまいですけど、ちょっとお出汁いただきます。自分で作ったことある料理しかわかんないですけど、うまいわこれ。なんか深い、なんかたくさんいろんなお出汁があるから、最後の後味の方がすごいこう変わってくるんで美味しいですね。
基本は醤油のあっさり系なんですけどね、奥行きがあります。麺も主張しすぎずいい感じです。美味しい、その後にこうちょっとこう、ね、パンチの効いたこう焼き飯いただくとめっちゃたまらんよ。美味しいよこれね。ちょっとお出汁あ、そうそう、焼き飯につくスープになるぐらいのお出汁、割とあっさりめだね。ガバガバ飲んじゃダメだけど、これ美味しいよ、ちょっとスープ、ちょっとあれやね、なんかこう食べながらいろいろ考えて食べたいです、焼き飯。なんかこう自分なりに理解しようと思います。意外とあれ油じゃなくてラードとか使用するとこの濃厚さ出せるんで、まあ、その可能性もありますけど、ね、油脂とかかもしれない、はい、大陸さんいただいてきました。めちゃくちゃうまかったです。噂通りの焼き飯で、まあラーメンの方はどうしようかなと思ってたんですけど、ラーメンがね、焼き飯に合う、ラーメンなんですよ、ね、やばい。まあラーメン単体で食べても、ね、あっさり系の醤油ラーメン、ここ本当にうまいっすね。マジでもううまかった。焼き飯が深すぎた。あれ作れって言われたら作れない。大体どこに行っても作れる自信はあるんですけど、うまいわ。心はぜひお越しください。春日の道の大陸、ラーメン餃子大陸でございます。ごちそうさまでした。